2024年の大河ドラマ「光る君へ」は5月28日から京都で撮影がすでに開始されています。タイトルから想像できるように主役は紫式部、したがって源氏物語の世界が描かれていくと想像できます。2024年はちょっとした源氏物語ブームが巻き起こることは間違いありません。その源氏物語に今から80年以上も前に出会い、その魅力に魅せられ、結果として日本国籍まで取得してしまった人物がいます。それが米国生まれの日本文学研究者、翻訳者であるドナルド・キーンさんです。そしてキーンさんは源氏物語をはじめ数々の日本文学を海外に紹介した、日本にとっては大恩人とも言える人なのです。2023年はキーンさん生誕100年の年です。この動画では生前日本と世界の架け橋としてかけがえのない役割を果たしたキーンさんに心から感謝するとともに、キーンさんの功績をたどり、キーンさんが日本国籍まで取得した理由について詳しく見ていきます。ドナルド・キーンさんは偉大な日本文学研究者、翻訳者です。2012年3月初めに89歳で日本国籍を取得し、東京北区に住んでいました。おびただしい著作の中でも目を引くのは、読力による全18巻に及ぶ日本文学史です。途方もない数の古今の文学作品を原文で未読し、1976年から97年にかけてこれを完成させたのです。キーンさんにはこれに先立つ奇跡の名著があります。古代から現代に至る日本文学翻訳のアンソロジーで、日本文学を広く世界に紹介するきっかけになったものです。選んだ名作の全部または一部の英訳を年代順に並べ、古典編と近代編の2分冊にした日本文学選集古典編と日本文学選集近代編です。それぞれ1955、56年にニューヨークで刊行されました。英訳は既存のものを活用するほか、知人に新たに翻訳を依頼したり自ら翻訳したりもしました。万葉集、源氏物語などの古典から三島由紀夫、太宰治らの現代作品、それも散文作品のみならず、和歌や連歌、俳諧や漢詩文、また能や狂言、浄瑠璃までをバランスよく収めたラインナップは絶妙で魅力的です。これらの評価にキーンさんは、あれはおかげさまで若い時期の仕事ながら大きな間違いをせずに済みましたと語っています。キーンさんがアンソロジーを書いたのは53年夏に初めて京都大学大学院に留学し、京都で暮らした時期です。構想を温め、膨大な分量の原稿を整えて編集し、出版交渉までの全作業を、驚くべきことに1955年5月に帰国するまでの2年足らずで遂行したのでした。そもそもキーンさんが初めて日本文学に出会ったのは1940年です。ニューヨークの書店でアーサー・ウェイリー役の源氏物語を2冊49セントで手に入れ、夢中になったといいます。成績優秀で飛び級をしたため、1938年9月に16歳でコロンビア大学に入学しましたが、翌年欧州で第二次世界大戦が始まると戦況ばかりを報じる新聞が怖くて読めなくなってしまったようです。そんな時、ウェイリー役の源氏物語の美がキーン青年の心を捉えたのです。その後、コロンビア大学で角田龍作の日本思想史の授業に参加し、日本への理解を深めつつあったところ、1941年12月、日本軍によるハワイの真珠湾攻撃をきっかけに日米が戦争に突入しました。それから間もなくカリフォルニア大学バークレー校に海軍日本語学校があることを知りました。日米戦では日本語が必要とされましたが、米国には日本語人材が不足しているとラジオで聞き、自ら海軍日本語学校に入学希望の手紙を書き、入学を許されました。キーンさんの目的は最初から日本語学習以外の何者でもなかったのです。キーンさんの日本語への情熱が高まる中、第二次世界大戦の足音は着実に迫り、時代は激動の波に飲まれていきました。キーンさんは1942年2月から翌43年1月までの11ヶ月間海軍日本語学校で集中的な日本語教育を受けました。教師の多くは日系人で、教科書には長沼直江による標準日本語読本が使われました。入門レベルから日本の教養ある成人の読み書きレベルに至るまでの日本語に加えて、軍務に必要な手書き文字の読解に備えて草書も学んだのです。日系人の教師らは
献身的に生徒に教え、彼らとの信頼関係は揺るぎないものでした。この日本語学校でキーンさんは驚くべき速さで日本語を習得していきます。そしてついに軍の翻訳者兼通訳者として働くようになったのです。海軍での任務は押収した日本語文書の翻訳でした。その中にあった日本兵の日記は彼にとって答えられないほど感動的な内容だったのです。キーンさんは自叙伝の中で、この日記の筆者たちこそが彼が本当に知り合った最初の日本人であり、これらの日記が日本研究者となる上で貴重な要素となったと振り返っています。卒業後キーンさんは海軍情報士官としてハワイ真珠湾での任務に就き、その後アッツ島、キスカ島、アダク島、フィリピン、沖縄、グアムに従軍し、日本軍に関する書類の翻訳、日本兵の残した日記の読解、日本兵捕虜への尋問や通訳などに従事しました。教室で信頼できる日本人に出会ってきたキーンさんは、戦場でも日本人に憎しみを持つことはなく、日記からは日本人の気持ちを深く読み取ったといいます。後の代表作に古今の膨大な数の日記文学を読み解いた白帯の価格があります。キーンさんの日記文学への関心は戦場での体験に端を発しているのです。喜ばしいことにキーンさんが覚悟していたより早く1945年8月に戦争は終わりました。戦後日本を訪れたキーンさんが出会った日本人は皆彼に親切に接してくれたといいます。日本人がアメリカ人に、あるいはアメリカ人が日本人に抱く憎しみのかけらさえ私は感じたことがなかった。辛い戦争が終わってまだ4ヶ月かそこらしか経っていないのだった。どうすれば人間の気持ちがこんなにも早く変わってしまうことが可能なのだろうか。私は不思議だった。多分友情が人間同士の抱く普通の感情で、戦争はただの逸脱に過ぎないのだろう。キーンさんが大切にしたのはこの友情の精神であり、生涯にわたりその気持ちを育み続けたのです。キーンさんはコロンビア大学に戻って大学院で日本文学を学びます。1947年秋にはハーバード大学に移り、1948年秋英国のケンブリッジ大学で研究を始め、1951年には近松門左衛門の浄瑠璃研究でコロンビア大学から博士号を取得しました。1945年から52年まで連合国軍総司令部による占領下の日本では留学生の受け入れは行われていませんでした。念願の日本留学が実現したのは1951年のサンフランシスコ講和条約によって日本が主権を取り戻してからのことです。奨学金を得て1953年夏、憧れの子と京都への留学が実現したのです。キーンさんは京都市東山区の今熊野にある民家の離れ、純和風の部屋で暮らしました。周囲を桜や楓の木々に囲まれ、前方の谷からはせせらぎが聞こえたそうです。古風な日本式の生活をしたいと願い、寒い冬もストーブを使わずに火鉢で暖を取り、食事も下宿の奥さんに和食を用意してもらい、畳敷きの書斎に低い小さな付机を置き、正座してその机に向かったといいます。先にご紹介した日本文学選集古典編編集のための膨大な分量の英文タイプの打ち込みはこの付机で行われたのです。1955年5月に帰国したキーンさんは古典編にあたる日本文学選集古典編をその9月に刊行しました。初版の2000部が売れ残った場合は米国の日本交流団体であるジャパンソサエティが買い取るという約束が交わされた上での出版でしたが、初版はクリスマスまでに完売、版を重ねることになりました。なぜなら思いがけないことにこの頃戦争、占領を経て日本に触れる機会が増えた米国人が日本文化に深い関心を持つようになっていたからです。キーンさんはコロンビア大学で日本文学の教授になった後も頻繁に日本を訪れ、川端康成や三島由紀夫といった多くの著名な日本人作家と親交を深めました。日本の古典芸能である能から近代文学まで数多くの作品を翻訳し、日本文学を幅広く世界に紹介しました。日本文学や歴史に関する本も数多く執筆し、そのいくつかは今なお大学で教材として使われています。また日本の全国紙にコラムを掲載し、さまざまな記事を寄稿しました。そのような功績が称えられ、1985年キーンさんは外国人として初めて読売文学賞を受賞しました。2008年には
日本政府から文化勲章を授与された数少ない外国人の一人となったのです。このようにキーンさんは日本の文化や歴史を幅広くアメリカ国民に紹介し、アメリカ人の日本への理解を深め、両国民の絆を強めました。日本の文学界で親近感がありかつ尊敬されるアメリカ人としての役割を自ら切り開き、アメリカ人が日本の文化を味わい理解していることを伝え、日本文学への国際的な関心も高めたのです。アンソロジー刊行から半世紀後の2006年、コロンビア大学で50周年祝賀会が開かれました。世界各地で日本文学の教育、研究、翻訳に従事している人が集まって、自分は最初に日本文学に出会ったのはこのアンソロジーだと口々に言ったと、キーンさんはその喜びを思い返して語ってくれました。文学作品の研究、翻訳の他に、キーンさんが新天地を見せたのは2001年、79歳で刊行した評伝、明治天皇です。上下2冊合わせて1000ページを超える大著となりました。1945年の敗戦後に天皇が人間宣言をしてもなお、それまで日本には明治天皇を人間として描いた評伝はありませんでした。キーンさんは、国際感覚を持った一人の人間が神としての役目を務め上げた生涯を、膨大な資料に基づいた丁寧な筆致で冷静に書き綴っています。この後、江戸後期の画家渡辺崋山を2007年に日本に帰化して、あとは近代日本の端子型文学の改革者の2人、正岡子規、石川啄木をそれぞれ2012年と2016年に刊行し、いずれも大きな話題になりました。ドナルド・キーンさんは東日本大震災の翌年の2012年日本に移住し、日本国籍を取得しました。キーン・ドナルドという漢字の名前も披露、日本人になりました。震災と原発事故で苦しんでいた日本人を勇気づけました。キーンさんは、地震や津波、原発事故があっても日本人が落ち着いていたことに感心しました。日本人が好きです。日本人として死にたいとコメントしています。キーンさんと晩年の数年間親密なメールの交換をしていた日本文学研究者にアメリカタフツ大学のチャールズ井上教授がいます。井上教授によると、キーンさんが特に強調していたのが日本の平和でした。キーンさんの目には最近の日本の様子が戦後築き上げてきた平和を損なうように見えていました。さらに憲法の改正が議論になり始めても、歴史や平和について無関心な日本の状況に失望していましたと言います。キーンさんは、憲法とオリンピックに対する私の考えが新聞に掲載されたが、今のところ2人しか反応がない。知り合いの元新聞記者と教え子だけだ。奇跡は起きなかった。もう二度と日本に戦争の苦しみを経験してほしくない。もしもう一度戦争が起きると一巻の終わりだとメールしたそうです。井上教授は、キーンさんは戦争のことをすごく気にかけていました。戦後に繁栄した日本が戦争の教訓を徐々に忘れていく姿を見るのが辛かったのですと言います。このように日本国籍取得には別の側面もあったことが井上教授の証言で分かりました。キーンさんは井上教授に、外国人としてではなく日本人として内側から意見することで覚悟を持ってメッセージを伝えたかったと打ち明けていたといいます。井上教授は、キーンさんはずっと日本の良いところを語ってきたわけなんですけれども、今になってもう少し悪いところも言わなければならないけれど、アメリカ人として言うのは辛くてできないと、愛する日本を外国人として批判するのではなく日本人として苦言を呈したかったんです。しかしキーンさんはこう返しています。あなたが言うようにもっと伝わるようにやれれば良いのだけど、私が懸念しているのは、日本人は私がいかに日本を愛しているかを語った時しか耳を傾けてくれないことだ。晩年におけるキーンさんの心の葛藤がよくわかるコメントだと思います。日本を愛し、日本人を理解し、日本の素晴らしい文化を世界に届けたドナルド・キーンさんは2019年2月24日朝、心不全のため東京都内の病院で死去されました。日本と世界の架け橋としてかけがえのない役割を果たしたキーンさんに心から感謝して、このお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。